サザランドは、オーストラリアのニューサウスウェールズ州、サザランドシャーのサバーブである。シドニーの南約3 5トルに位置する。サバーブを、シティレールのイースタンサバーブイラワラ線が縦断し、サザランド駅が設けられている。サザランド駅からは、イースタンサバーブイラワラ線の支線が分岐し、この支線は、黒ぬら駅まで伸びる。サザランド駅は、サザランドシャーの交通のハブとなっており、 駅の東西の入り口に市内各地へと伸びるバス路線の中心となっている。また、M92 系統がサザランド駅からバンクスタウンを経由してパラマッタへ運行している。サザランドの地名の由来は以下の2説が立っている。ジェームズ・クックの航海に同行し、隠しした船員のフォービーサザランドから。しかしながら彼とサザランドの地名を直接結びつける証拠がない。 探検家のトーマス・ミッチェルが1835年にジョージズ側の南岸にパリッシュ・オブ・サザーランドと名付けたことから。しかし、後の政府の観光物にはサザーランドとオーナッシュで記述していることから、これが正しいかどうかも疑問が残る。シドニーの実業家であるトーマス・ホルトが1860年代に1万3000エーカーの土地を買収した。彼が買収した土地は、 サザランドから黒村までの土地であった。当時のサザランドを中心とする地域の主な産業は最初に林業が没行した。ホルトはこの地域に石炭の採掘、木用業、火器の養殖業など様々事業を展開した。また、1881年にはジョージズ川南岸のシルバニアに40部屋からなる大邸宅を建設した。 この大邸宅は1918年に消失している。1842年、サウスロードが開通した。また、ボロノーラ川を越えて、イラワラロードが後に開通したことで、シドニーとイラワラ地域が道路で結ばれた。その後、イラワラ地域への主要道路は、プリンシズハイウェイに変わる。鉄道は、1880年代に建設された。 当時のサザランドの一般的な住居は、ブッシュの中に設けたテントであった。土地が区画整理され、町がサザランド駅周辺に建設されるようになった。1886年時点では、4軒の建物しかなかったが、グロムリーと呼ばれる人物によって、駅舎、鉄道員のための住居、商店が経営されるようになった。また、1886年には、 郵便局が開局し、翌年には、学校が設立された。1906年、当時、シャー・オブ・サザランドと呼ばれていた、この地域は、公式に、サザランド・シャーを宣言し、地方公共団体となり、サザランドは、シャーの中心となった。市議会議事堂の建設は1915年のことで、ある。1920年代までには、路面電車がサザランドと黒ぬらの間を、 運転するようになっていった。ありがとうございます。